ごきげんよう、です。今回はアルファベットロードルームメイズやっていこうと思います。いや、最近ついにアルファベットロア流行り始めたね。ということで今回はね、こんな感じのアルファベットの化け物がいっぱい住む部屋にやってきました。で、自分より弱い数字のアルファベットを倒すと数字ゲットしたね。で、逆に自分より高い数字だと、わー、やられたー。そしてこの顔、うわ、ちょっと最強に育てていきたいね。じゃあまずは小さい数字を取っていって、次はこれ宝箱を手に入れると、あ、普通に数字足されたね。そしたらこの E を倒せた。 OK。 うわ、これ計算と英語の勉強両方できちゃうね。うわ、最高のゲームだな。よいしょー。そして、うわ、F。F 弱っ。いつも凶暴的なのに、今回弱かったね。で、一番最強は C か。いや、一番最強は僕の A です。いいねいいね。たまにアルファベットロアのモノマネもしていこう。さあ、次は、まずは B を倒して、で、次は C。で、次、うわ、F、もう F? もう凶暴的な F 倒せちゃうね。これ、アルファベットの順番ではないんだね。それから、あ、ここにいたね。A。A が A 倒しちゃった。さあ、おっと、なんだ、宝箱この中から、コイン大量ゲット。え、コイン貯めると新しいスキンがもらえるってことだよね。よっしゃ、じゃあ集めてくよ、コインも。よいしょ。さあ、100まで成長したか。そしたら90倒そう。90の C。いや、でも、巨大な F 上にいるね。あれがここのボスなのか。すべてのアルファベットを倒していって、最強生物になっていきたいね。じゃあ2匹目の F 倒していきましょう。OK。さあ、もうここまで育ったら、C。そして E、横移動して。で、これ F 倒しようね。OK。うわ、なんかどんどんなんか成長してきてない？倒すとでかくなるんだね。で、最後は B 倒して、この世界最強は A でした。じゃ、コインも溜まってきたんで、ここでスキン変えれるってことなのかな？いろんなアルファベットロアがいるね。で、コイン使うと、ランダムで手に入るんだね。何が来るかな？ B でした。うわ、よだれを垂らした B か。ちょっとレインボーフレンズのブルーみたいだな、よだれ垂らしてるとこが。じゃあちょっと、これまず宝箱取っちゃって、で、3倒す。さあ、巨大化した B も見てみたいね。どんどん成長させていくか。さあ、脳みそを使っていって。この辺は倒せないから、まずは下から狙っていって。そしたら80になるから。よいしょ。さあ、1匹ずつ潰していこうよ。さあ、みんなの戦闘力を吸収していこう。いいね。で、この辺は、あ、倒せるね。よいしょ、さあ、でかくなってきたよ、この辺から。あ、でもこれ、横を倒せないよね。上も、あ、800いた。よいしょ、こいつか。で、1.6K、同じ数字だと、あ、倒せるんだね。同じ数字でもいけた。よし、で、6.4 まで成長したよ。そしたら次は、6を倒す。で、最後は、B との対決、いいね。このゲームをやり始めた頃バカだったのに、ちょっと頭良くなった気がするぞ。じゃあ評価は星5にしましょう。さあ次はなんだなんだ？なんか囚われてる。鳥なのかな？助けてあげたいね。いけるいける。え、何この鳥？あ、潰した。あ、プレゼントもらえたね。来ました、ダブル。いや、広告見ないといけないかーい。さあ広告見てきて、多分ダブルは手に入ったと思うね。で、この鳥は？鳥はもう関係ないか。よし、じゃあ次は、よし、ここ倒して、てか上の方に、ハギワギいるね。ハギワギは見届けるだけなのかな。いや、せっかくだから、ハギワギの戦闘力も吸収していきたいね。よいしょー。さあ、じゃあ、じゃあ、ここから E 倒して、またさらに E 倒す。で、これで、1.2K、ま、K の桁になったね。でも桁が増えるとちょっと、なんか間違えそうで怖いな。
いよいよよく数字を見ていって、オッケー、これ全部倒したかな。やりました。そして新しいスキン、アールだね。うわ、元気いいな。でもいらん。どうしてもプレイしたいアルファベットはダブルなんだね。ダブルはやっぱ顔が2つついてんだね。え、なになに、いい。いいわ、いたね。あれがボスってことか。よし、じゃあまずは地道に数字を取って、かける2の宝箱があるね。あれはちょっと、最後の方で取った方がいいね。まずはできるだけ、この戦闘力を吸収していって、いいよ。まだ取らないでおこう。まだ他のところで成長できるよね。いや、ダブル。でかすぎて、横の壁とかめり込んでるけど。よいしょ。で、上のビームも取れるね。そしたら次は、ここのビームも無理か。隣の E も無理だよね。ってことは、ここで宝箱。よいしょ。最初の方で取ってたら、ゲームオーバーだったね。そして、なんだ、始まった、始まった。なんか、防戦始まったんだけど。やれー。これがダブルの力。さあ、この続きをくれー。いや、ダブルが勝つとか、ダブルダブル。さあ、やっていきましょう。あれ？これ、このステージ、ボーナスステージじゃない？全部宝箱だ。お、そして、プレゼントの中から、またこれかーい。いや、いらんて。いや、広告見せたがるね。でもさ、もう R はいらないから。まあ、ダブルで、まあ、コインもね、こうやって貯めていくと、新しいスキン手に入るんでね。さあ、これ、うわ、欲しいけど、広告見ないといけないのか。じゃあ、いいや。よし、これだったら、こう、全部ゲットだ。まあ、ここで普通にコイン稼げたから。これ、稼いだコインで、じゃあ、新しいスキン狙おうかな。さあ、これ T があるね。タコボンドの T、狙っていきましょう。さて、何来る？これ、ランダムだから。あ、来た来た！やったー！ついに、タコボンドの T だ！しかも色が赤いからタコみたいなんだよね。皆さんよろしくお願いします。そりゃー、あれ待て待て、今回は、鳥2匹いるね。これはすべて助けてあげたいな。まずは数字で戦闘力を増やしていく。で、鳥をまず1匹倒す。助ける。そして L は、これもよだれ垂らしてて欲しいんだけど、いらないや。まあ、今は T でプレイしたいからね。さあ、じゃあこの辺もすべて倒していって。じゃあ待てね、鳥。これも倒して、これも倒して。そっから鳥助けよう。2匹目は？あれ？何ももらえなかった2匹目。え、なになに？ただ助けただけ？まあ、いいや、助けたなら。さ、それから、あ、宝箱また来たね。え、コインめっちゃ手に入るんだけど。よいしょ、倒して。倒して、これが、タコボンドの T の力だ。すべてのアルファベットロア倒しちゃったね。そしてなんかバナナみたいな J が溜まってきたね。うわ、あれも欲しいな。バナナのために頑張るか。よいしょ、よいしょ。もう超高速でクリアしましょう。さあ、凶暴的な F をまず2匹倒しての、ここは。いよいよ、なんかクリアの道が見えてきた気がするね。いや、このゲームやってたら気づいたら天才になってそうだね。いよいよ、そのこう進んで見えた見えた。最後はこいつか。え、待て、このゲームやってるだけで、脳のシワが増えてきた気がする。いや、いいぞ、よし。そして、バナナみたいな字で、ゲットだ。いや、広告か。じゃ、コインも溜まったんで、新しいアルファベットもゲットしましょう。あ、こっちもあるんだね。いや、どうしようかな。次欲しいのは、X だね。よーし、じゃ、X 狙ってやっていきましょう。コイン。何来る？うわ、S。まあ、S もいいね。ヘビみたいで。もう一回やろう。さて、もう一回、OR 来たか、これ。よし、まあ、とりあえず、S でプレイしようかな。さあ、ここには G のボスがいるんだね。てか、レベル10までやり込むと、もうめっちゃ増えたな、アルファベット。とんでもない数だね。いや、でも、このすべてのアルファベットロアを通して、世界を平和にしていきましょう。さあ、この丸々太った S も見てみたいね。いや、このヘビみたいなんだけどね、見た目が。どうなるかな。この辺から結構成長してきたね。いや、N でかっ。この辺からでも敵が一匹ずつでかくなってきた。
しよう、うん、いいよよ。でも、ノー水でやってきてるね、なんだかんだ。うわ、ちょっと、脳の量増えたか？このゲームやってるだけで。よっしゃ、いいぞ、その調子だぞ。さあ、倒して。さあ、来たね、ボスが待ち構えてるよ。数字は同じだね。え、これどうなる？数字は同じだけど、勝てるかな？さあ、戦いの始まりだ。くらえ、S の頭突き。よいしょ。やるな、敵も。頑張れ、頑張れ。もうちょい。あと一発。くらえい、やしゃがたーということで、アルファベットロアを最強に育てていくゲームでした。それでは高評価よろしくね。じゃあね。